こんにちは。長崎子牛病にお越しくださいまして誠にありがとうございます。ただいまより同館所属の変面師京介さんの変面師をご覧いただきます。変面師を始める前に皆様には変面について少しお話をさせていただきます。中国には300以上の演劇がありますが、その中で一番有名なのが北京の京劇、そして四川の戦劇です。本日皆様がご覧になります変面師は四川の戦劇に属しておりまして、劇中で行われておりました変面が今では単独のショーとして確立されております。一つ一つ面が変わっていくその妙技は今では国家無形文化財にも指定されている伝統演劇です。その一つ一つ面が変わっていく面の中に男性、女性、動物の面などがありまして、それに伴って動きの方も男性の時は力強く、そして女性の時はしなやかに、動物の面が出た時はその動物の真似をした動きになっております。とかく皆様面が変わっていくことに目が行きがちだとは思いますが、動きの方も一緒に楽しんでいただければと思っております。ではそろそろ始めさせていただきますが、演者のパフォーマンスを上げるためにも皆様には手拍子拍手よろしくお願いいたします。では一つ一つの面に喜怒哀楽を表したスピード感あふれる迫力の舞をご覧になってください。どうぞ。Thank you.
み奥に博物館がございますのでご覧になってください。本日はどうもありがとうございました。